みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズン。さて、感謝で無茶ぶりということで、本日はこちら、キコーナ柏店さんにやってきております。はい、セカンドシーズンもこれで4回目ですかね。すいません、全然6回目でした。4回目だと思ったら、前回はですね、ちょっと微妙なレベルの検索履歴をあらわにされて、特に面白くもないあれだったと思いますけど、まあ、実践の方もちょっと待ってしまいまして、残念な感じになってしまいましたので、今日は、プラスにできればいいなと思っておりますが、今回も、サイコロの出た目で無茶ぶり、本日も無茶ぶりに耐えながらしっかり勝利をつかんでいきたいと思います。ということで、じゃあ早速サイコロいきましょう。1、英語禁止プラスお手つきで大度、いやいやいや。2、カメラマンが指定した台で実践プラス大移動2時間禁止。3、当たりゲーム数を当てろ、1回も当てられなかったら次回すっぴん。いや、これ絶対無理だって、前やったじゃないですか、当たりゲーム数当てるの。無理じゃないですか。すっぴんかい。4、財布の中身を全部投資して実践プラス制限時間2時間で勝て、どういうことですかこれ、謎です。もう5、英語のみで実践、左手のみで実践、もう完全に合わせ技、前やったやつの合わせ技で、6が自由実践、まあ前の通りですね。なんで合わせたんですか。そういう決まりなんですね、なるほど。まあまあいいですよ、やりきればいいんですね。はい、正直今回はだいぶどれもきついです。マジで6、6以外はちょっともう無理。6、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 
に何でしたっけ、スタッフが決めた台で実践プラスそこから2時間移動 NG ですね。まあでもこんなかだったらまだいい方。まあでも 何打たされるんですか、怖い。結構意地悪なこといつも言ってくるから、まああんまり意地悪なこと言ってこなきゃ大丈夫かなと思いますけど、まあただ2時間移動できないんで結構厳しいか。まあ本当スタッフ次第ですね、はい、頑張ります。1番はい1番はいびっくりした。あ、いいですか、はい、ありがとうございます。いや、まさかの1番仕込んでないですよ。どう仕込むんですかあれ、今見たでしょ仕込みようがないですよ。まあでもどっちみちね、今日私自分で選べないですからね。なんでこういう時に1番引くかな。はい、寝台って、え、春日ですか。いや、まだ打ってないって2台取れる1番ですからね。じゃあそういうことじゃないんですよ。え、本当に、ちょっと勉強します。おはようございます。あった、まあ取れますよね、1番なんで。不安だけど、まあでも日暮らし好きなんで、もともと祭りも結構打ってました昔なんで大丈夫だと思います。はい、とっても初打ちですので手探りでいきたいと思います。まあ多分中押しとかあると思うんですけど、日暮らしだし、まあ、とりあえず初打ちなので順押しで行かせていただきます。日暮らしもいっぱいシリーズありますけどね、多分私が初めて打ったのが日暮らしの祭り初代だったんじゃないかな。ただでも当時は本当パチスロまだ打ち始めて間もなかった頃だったと思うんで、めちゃめちゃビタ押し難しくて、
毎日練習しに行ってました。んチャンス目か、チャンス目ですね。基本はリアルボーナスプラス乾燥型 ART ですね。でまず ART に入れられるかどうかが大事だったりもするわけですが、まあ、またビタ押しとか目押しが重要になってくる場面もあるので初打ちだしちょっとドキドキするな。おうどうした2パーどうした、ミオさんじゃないかい、うん、おうおうミオレインボーです。34パーあのミオさんなんで確定チェリーにて、しっかりお社ボーナス、はい、お社ボーナスと日暮らしボーナスは ART 突入は確定みたいです。効果音とフラッシュになった時に左リール中段に白7ピタで回避ナビポイント獲得手順がそれなんですけど、回避ナビポイントがたまればたまるほどチャンスゾーンでの転落回避が有利になるみたいです。これですね、よしよかったフリーで OK、これが溜まっていくということですね。ウルウル上段でしょ、これかでフリーで9万役、ああ終わってしまった。あらそれはいいのか、別に練習できるんですね多分。202枚とりあえずゲットで、ここから ART に突入します。かけらつむぎで、あまだこれが生きてるってことはまだチャンスがあるってこと、おおなるほどね、おおおお、あとちょっと、おっと選択せよ、赤か白か、赤、お成功したのかぽい、あそうですね、2択当て失敗するとチャンスゾーンに突入するらしいんで、まだ結構ここでも回避ナビ率上げられるんで、はいどっち白かな、おお赤どうよ、あ入ってしまった、あここですね運命分岐モード、あもう早いで、早速中を制覇しました。 ART 突入がもう確定してるはずなんで、最初はお、そしてついにベルが止まり、まあもちろんここはあちょっとなんかやだ緊張してきた、まあ難易度高い方いくでしょう、白7アビタいきます、あ緊張しちゃうやだ、ART30 ゲームスタートです。いや、嘘。そんなわけ。復活。シオン。あ出ましたやっと、お社じゃなくて日暮らしボーナスかな、あやっぱうっすら流れてるかなと思ったけど違って今から流れるんですね優がね、うんうん、でもここで散々練習してもね、あの運命分岐のところでちゃんとできるかちょっと自信ない、ひよって 75% 取りに行くかもしれないです。うん。で U
なので3つはストックがあるということですよね。まあ、まだまだ続いてくれそうなので、うん、赤よし OK と見せかけて白だろ、よし赤かな、あ、入っちゃいました、すいません。中を押します、おう、はいやりますか、やりますよね、そうですよね、練習だと思って、いやープレッシャーに弱い、あ、よし、よかった、OK、レベル2で50ゲームスタート、48時間作戦、懐かしいな、お、いいよ、赤だよ、赤坂、強い強いと思う、いやめちゃめ射撃回避となります、ボーナス確定です、なんかボーナス確定画面とかもおそらくいろいろと示唆があると思うんですけど、まあ、これは設定差はなしで、ただお社ボーナス確定みたいです、え、お社ボーナスじゃないの、違う、よく見たらサトシだっけ、サトシがいなかった、ここにサトシがいたらお社ボーナス確定でしたなんでこれは普通に富武ですね、富武ボーナスです、それだけボーナス中はこの選択せよで2択、赤の中白の中、これの成功で回避ポイント、うん、おう、狙い演出でバーが揃えば ART 確定、まあ、ART はまだストックがまだあるし続くは続くと思うんですけど、さらにストックできるっていうことかな、お、揃った、イエーイ、やりましたです、今これが上がった、どうだ、違う、でももう432枚も出てるよ、投資2000円なのに、普通に完走できる勢いな気がしてきちゃった、あ、かけら回想普通すれば ART ストック確定プラス、回避ナビポイント超高確率で抽選、すごい、どんどん増える、なになに、2パー、はい、もうナビが1個しか出ないんだ、おーおーおー、2パーです、はい、さあ回避ナビ率 60%、すごいガツガツ上がる、ずっとここでもいいぐらいだな、あ、選択せよ、なんだよせっかくかけら返そうだったのに、まあでも 70% ぐらいまで上がりました、まあ、ART は早々には終わらないとは思いますよ、いやあ、990%、うい、もう今日は全部こっちで行きましょう、
なんで下手だった今、絶対ちょっと遅かったもん。まあでもストックあるし大丈夫です。大石さん、ダメでした。100%。 はい、あ、絶対今のもうダメだ、もうダメだ、もうダメな感じになっている。なかったことにしてください。ダメでしょう。まあでもまだまだまだ大丈夫。ちょ、次こそちゃんと決めます。よし、 OK。 50ゲーム。あーでもちょっと弱いですもんね、まだね。キャラが大きくなるほど、まあ、色とかが変わってくればくるほど態度はアップするみたいですけど、白のまんまだしね。当たらない。赤い、はい、よし、オッケー。あと何個ストックあるんだろう、ちょっともう分かんないですね。もう終わりかもしれん、これでボーナス当てないと、うん、爪がガツガツ来てはいるんですけど、おお、おやおや、おやおや、これは当たってないのかい。ダメだ、よし、まだある、大丈夫。あ、当たらないボーナスが。赤くない。あ、羽生モードがついに終わってしまった、ストックがなくなったということですかね。うわー、どっち、こっち、はい、終わりました。まだハテナがすごいですけど、553枚、年2000円なんでまあまあプラってはいますが、ちょっともうちょっとこう分かりたいな、日暮らしの台を。いいですか、もう少し打ちます。あ、というか、そうか、まだ台移動できないんですね。そういうことですね、2時間の制限があります。あれってボーナスで、ボーナス感なんですね、データがね。もう400ゲームもハマっとるわ。あっ、やっちゃった。お、当たった、出ました。こ
これで当たったのか、リーチメリプレイですかね、これね。はい、463ゲームめっちゃボーナスハマってる。お願い、あー富武、富武だ。はい、50枚終了。まあでも RT 厳しそうだな。赤、なぜ当たらない。全然、あ、とりあえず、あーやだー、セーフ、やだーセーフ、すごい上手。ちょ、10% ぐらいがあったらワンチャンなんとかなるんじゃないの。オッケーオッケー、はいはいはい、おお、やった、コングラチュレーション、まさかのボーナス。はい、お、しかも、日暮らしボーナス。はい、これでとりあえず ART は入ってくれると、うん、偉いなるな。ほい、30% になったかな。はい、200万枚出てます。あー、よかった。でも日暮らしボーナスいけて 2%。 はい、おー、いいね。 2%。 はい、おー、おー、すごい、続く。これで 40%。おお、2%、え、何、なんか 2% になりました。 2% って 2% の 2% じゃないですよね。ああ、そういうことか、ボーナスなるほどね。びっくりするよ、めちゃめちゃボーナス当たるじゃないですか。しかもお社ボーナス。はい、417枚もう411枚、早いなあ。はあ、なんだ、赤、待て、はい、赤いんで、うわ、大丈夫なやつね。おお、え、いいの、いいってことですよね、ビタ押ししなくてもいい。はい、よし、よかったよかった。リカちゃん、ごめん。はい、 60%、 まあ 60% あればなんとかなるのでは。今もね、増やせるし。あー、おお、ベルが止まってくれた、そういうことね。よし、50ゲームです。なんとかボーナスを当ててつなぎたいですね。楽しいです。え、何ですか、楽しくないですか。いや、楽しいですよ。あの、私日暮らし好きなんで。うん、赤い、ありますか、ありますか、ないんですね。あー、10%、無理棒。まあでもここでチェリー引けばいいのか。うーん、セーフ、セーフです。
上手。はい、終了です。485枚。まあ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 、でも結構ボーナスが塊で引けてるんで、なんとか塊では出てます。だよね、そうそう、当たってないんかい。おお、びっくりした。いただきました。